背景海様。私は150キロ離れたかの地からいつもあなたのことを思い続けています。大津市にある大津市公設卸売市場、この日市内の親子らを対象にした見学会が行われました。大津市公設卸売市場は大津市が1988年に設置したもので、およそ6万2000平方メートルの広さを誇り、大津市など県内8つの市のおよそ87万人に魚や野菜などを供給しています。この日は市内16組の家族連れが参加しました。子どもたちは競りの様子を特別に見学したほか、商品の価格を決める方法や流通経路について学びました。淡水じゃない魚も、はい、見てほしいなと思いまして、はい、よかったです。お店で見るとき魚とかは切られてあるけど、市場で見るときはでかい新鮮なままの魚だったです。日本財団が行った海と日本に関する意識調査で、調査を総合的に算出した海への愛着の都道府県別ランキングで、海のない滋賀県は44位でした。このため、こうした取り組みは海と接する機会の少ない滋賀県の子どもたちにとって、海を身近に感じることのできる重要な体験となってきます。まあ、子どもたちには、その普段食べている魚がですね、どこからどういう形で届いているのかということを、まあ、知っていただいた上で、普段のまあ食事であったり、まあ、買い物ですね、そういったことを意識していただければと思っています。琵琶湖は瀬田川、宇治川、淀川を通して海とつながっています。琵琶湖などの淡水には親しみがあるものの、海に接する機会の少ない滋賀県民、こうした取り組みを通じてより海への関心が高まることが期待されます。海と日本プロジェクトは、海と人と人をつなぐプロジェクト。学びや食、楽しい体験を通して海を次の世代へ守り伝えていく取り組みです。プロジェクトの詳細はウェブで。